こんばんは、同志社大学アイドルコピーダンサー君のやっぱりマカロンです。よろしくお願いします。お願いします。本日は寒い中集まってくださりありがとうございます。なんかね、仮装をしたゾンビたちがいっぱいおったりかと思ったら、後ろはキラキライルミネーションで、ハロウィンもクリスマスもみんなと一緒に楽しめてとっても嬉しいです。ありがとうございます。私たちやっぱりマカロンは、先ほどパフォーマンスされてたピチカートさんとかゴットンキャンディーさんとかシャンプーちょっとゴットンキャンディーさんと一緒で、ユニドルという、女子大生アイドルコピーダンスサークルナンバーワン決定戦の大会に出場して全国優勝を目指しているチームでございます。成績としましては過去に、今年の冬、昨年度の冬大会で全国2位をいただいたチームになっております。すごい、ありがとう。ありがとう。そうで、そんなユニドルの次の冬大会がこの12月の19日に大阪住之江のゴリラホールというところで行われます。今日ちょっとでもいいなとか可愛かったよって思ってくれる方は Twitter だったり YouTube をチェックして応援してくださると嬉しいです。今回も、関西予選を1位で通過して全国優勝に向けて頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。お願いします。さあ、楽しかったミノホラーエルミももうね、なんかいい感じになってきて、だからもう残すところあと2曲となっております。このキラキライルミネーションと一緒に最後まで一緒に盛り上がっていきましょう。Yeah.
上、同志社大学やっぱりマカロンでした。せーの、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。拍手拍手、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、あのですね、ちょっといろいろ話聞きたいと思うんですけど、まあ、その前に今、ミニドルのアイドルたちの握手会もしておりまして、ちょっと案内を今からするのかな、今から、ですね、こっち側でピチカートさんがやって、そっちのテントの方で、コントキャンディーさん、やっぱりマカロンさんが握手会を行う予定なので、皆さん楽しみにしてください。チェキ会ですかね。チェキ会か。はい、一緒にチェキをされるので、今日の思い出にぜひ取って帰ってくれたらなと思います。思います。はい、はい、いやめっちゃ可愛かったですね。え、ありがとうございます、ね、マカロンって感じでしょ。マカロンって感じです。なんでこれまたやっぱりマカロンって名前にしたんですか。名前の由来はですね、はい、マカロンっていうのが結構色とりどりで個性豊かだなっていうのが、こういういろんな個性あるメンバーが集まったよっていうのと、やっぱりこのチームがいいなって思ってもらえるように、やっぱりマカロンという名前になってます。なるほど。いやでもあれですよね、最初はあの控え室だった時は、ね、女子大生な感じでしたけど、こうやって上に上がるとみんなアイドルですね。本当ですか。ね、キラキラしてめっちゃ可愛いです、まあ、プライベートもキラキラしてほしいところがあるんですけど。こっちもキラキラしましたよ。キラキラしました。間違えましたね。キラキラしましたけど、さらにさらにあの、はい、アイドルな感じですごいなと思いました。嬉しいです。ありがとうございます。はい、皆さん、やっぱりマカロンさんでした。ありがとうございます。拍手。ありがとうございます。